山川周法筆、コンクワイツリ狐ツネは狂言の演目。詐欺流での名称は、区、宗狂言に分類される。開きとして扱われる演目の一つで、大倉流では、曲獣、州、泉流では、大衆とおもんじられている。猿に始まり、狐に終わるという言葉があり、これは、うつぼ猿の猿役で、 初舞台を踏んだ狂言師が釣り狐の狐役を演じて、初めて一人前として認められるという意味である。白雑草の伝説をもとに作られたとされており、多くの狂言師が上演する際に白雑草稲荷を祀る大阪府、堺市の小林寺に参毛弟子、この稲荷の竹をいただいて、小道具の杖として使っている。歌舞伎に本演目に取材した釣り狐ものがある。 漁師に一族を皆釣り取られた老子が、漁師のおじの白ゾースという層に化けて、漁師のもとへ行く。白ゾースは、陽子玉も前の伝説を用いて、狐のたたりの恐ろしさを解き、漁師に狐釣りをやめさせる。そのキロ、漁師が捨てた、狐釣りの罠の餌であるネズミの油揚げを見つけ、ついにその誘惑に負けてしまい、化衣装を脱ぎ身軽になって、出直そうとする。 それに気づいた漁師は罠を仕掛けて待ち受ける。本性を表して戻ってきた狐が罠にかかるが、最後は、なんとか、罠を外して逃げていく。ありがとうございます。